そんな国で今、俺は王様をしている。これより勇者召喚の儀を執り行う。先のことを考えるなら、まずは国の財政を見直し、富国強兵策を取り、こたびのような帝国の要請を跳ね返せるほどの国力を蓄えるべきではありませんか。もしかするとこの国に変革を起こせるかもしれませんよ。私はリーシア・エルフリーデン、国王、いえ、前国王のアルベルト・エルフリーデンの娘よ。ただ才あらば用いる。諸君らの才がこの国にとって有用と判断したら、私は礼を尽くしてその者を家臣に迎えるであろう。あなたってすごく現実主義なのね。ああ、そうかもな。現実主義勇者の王国再建記、2021年7月より放送開始。